おはようございます、ゆっくんです。ブーチーです。明日ね、なんと9月の27日、明日ね、ゆっくんどうしても見たいものがあって、ゆっくん格闘技好きじゃないですか。明日那須川天心 VS 浩司、これね、すごいんですよね。なんですごいかっていうと、那須川天心、今まで誰にも負けたことがないっていう選手ですね。で、数年前からね、騒がれたね、K1 の大スター、タケルさんがいますよね。タケルさんもね、いっぱい負けたのかな。でもほぼもう、無敗で3階級のチャンピオンなんですよね、K1 側。かたや、K1 ではない他の団体のライジンやライズン出てる那須川天心ですよね。これはもう人道と呼ばれる、もう無敗なんですよね。このタケル VS 那須川天心、これをねやってほしいとこなんですけどね。で、出てきたのがね、浩司選手。これは K1 でしたら2016年ぐらいですかね、出てきたのは。うん、全然その時はもうなんていうの、チンピラみたいな感じで口ばっかの人間だなって俺は思ってましたよ。でもね、ずっとゆっくんね、格闘技好きだから見てたらね、浩司選手、2年前かな、タケル選手と見事試合をすることになって、その時の試合を見た時にね、ゆっくん感動しましたね。やっぱこんだけ頑張れるんだと、うん、いや負けましたよ、負けたけど、浩司選手のファンたち、みんなね、ファンが強いんですよ、ファンがね、ファンの層が。浩司選手の一気に、この K1 のね、スターの道へ駆け上ってきましたね。あの試合を僕見た時も、やっぱもう感動で、やっぱ人ってこんだけ気持ちで変われるんだっていうのをね、見てね。ゆくもね、3年前ぐらいにちょっと、心の病というか、ちょっと、落ち込んでた時期に格闘技と出会ったから、そっから好きになってね、タケル選手見た時も、わあすごいな、この人はすごいなっていうのも、もうめちゃめちゃ力もらいましたね。なんかいろんな病んでる人たちをにも格闘技をぜひ見てもらいたい。死ぬか生きるかの、うん、殴り合いのことをやってて、それでやっぱそれで選手がやっぱ盛り上げて、こう見る人が力にもらったり、だから今のサラリーマンとかね、そういうのを人たちはね、見てもらうとね、すごくスカッとしたりしますね。うん、上司とかね、その年下年上関係ないですよね。自分の力だけでのし上がれるっていうのはね、やっぱそういうとこがいいとこだったりしますね。うん、いいじゃないですか、サラリーマンでも偉そうなことばっか言ってる上司。うん、そういう人たちね、ガツンとね、やれるのは、ね、やっぱ格闘技だと思いますよ。うんうん、偉そうなこと言っとってもね、所詮は人間なんでね、うん、ぶつかり合って戦ったらゆっくん勝っちゃいますなんちゃってでもそういうね、やっぱいろんなストレスとか抱えたりしてる人たちはね、ぜひね、格闘技を見てね、盛り上がってくれたらいいかなと思います。で、明日ね、那須川天心、浩司選手、根性だけで言ったらね、もう浩司選手めちゃめちゃですよ。でもね、みんな世間体から言われてるのはやっぱり天心が 99% 勝つで、浩司選手がどうやって盛り上げてくれるのかっていうのがね、明日の見どころであって、それをね、みんなね、見てほしいなっていう、どういう試合になるか分かりませんけど、結構面白い試合になってくれると思います。地上波で明日20時からやりますんで、うん、ゆっくん的にはね、浩司選手ね、を応援したいのかなって思いますね。勝つことはないかもしれないけど、まあ、格闘技に 100% はないんで、うん、それで浩司選手がどういう風に打って出るのかっていうのを見どころかなと。かたや天心選手は KO を狙ってきますんで、タケル選手が浩司を KO できなかった。K1 でももう唯一のね、
スタミナめちゃめちゃあってタフですから、打たれても打たれても前に出てきて根性だけど気合とそういうのが伝わってくるのかなっていう、そういうとこはやっぱファンがついてくるんでしょうね。ゆっくりもついていきますからね、うん、まあ天心は勝って当たり前の試合なんだよ。でも浩二選手がどうやって頑張るかっていうのが見どころなんでね、もうゆっくんもう今日から興奮しちゃってね、ちょっとみんなにね応援していただきたいなって思います。明日地上波で久しぶりの格闘技をやるんで、ぜひ皆さん見てくださいね。プラス七輪ブーチーチャンネルもこれからどん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 面白いのを撮っていくんで、チャンネル登録と高評価お願いします。明日みんなで応援しましょう。じゃあねー、バイブー。